皆さん、こんにちは。カルチャー2020のお時間です。えー、ということで、今日はですね、えー、細井さんがメンバーシップ向けに出した動画があるんですけども、はい、まあそれの触りというか、うん、まあそれをもうちょっと柔らかくしたようなお話で、はいえー、もっと深いものを聞き見たい方はそちらどうぞというような形の、ね、そうですね。あの、メンバーシップのやつが始まって1回目の動画を、うんえー、撮ったんですけど、うん、それを、1回目、それ、 オ,オープンにして、えー、宣伝に使ってもいい、いいなと思ってたんですけど、ちょっと話した内容が僕的に納得、まあもうちょっとレベルアップさせたいなと思って、えー、メンバーシップでどんなことやってるかの宣伝用として本編でも、えー、メンバーシップでやったことをさらにブラッシュアップしたものを今やります。なるほど、じゃあ。はい。まあつまらいですね。<laughs> これはよくわかんないですけど、メンバーシップより <laughs> いいものが見えるかもしれない。<laughs> <laughs> なぜなら時間が経っているか。ら <laughs> これは、つまり、まあメンバーシップ、サッカーキングのメンバーシップ、あの、各、えー、リーグ担当チームが月1でコンテンツを出すようになったんで、えー、それに興味を持っていただきたいっていう話と、今あ、まだそんなにメンバーシップがそんなに多くないって聞いたんで、せっかく僕がこれ一生懸命やったやつがあんまり調べら,られてないんだったら悲しいから、これはもう出しちゃおう。出しちゃおう。はい。<laughs> これが難しいところなんですよ。はい まあ、この話は別の話とか言いましょう、ね。はい、<laughs> ということで、はい、おせさんが、えー、いろいろ準備してきてください、ね。そうですね。だから、伊藤さんは、はい、あの、聞くのが2回目ってことになります。<laughs> <laughs> 基本的に。<laughs> なるほど、はいはい。生々しいリアクションをはい、はい、ぜひお願いしたいなと思ってるんですけど。はいどはい、えっと、まあ、カルチャーハンなので、これ、メンバーシップ動画とちょっと話、何が違うかというと、話の順番が違います。<ー>はい。そこに気づきました。 なんか俺違うなと思いながら案内ましたね。そ気象点結とかの図版とかね。そうそうで、最近これ僕がな何を、ここ1年半ぐらい何を考えてサッカーを見てるかってことを、まあ皆さんと共有したいという思いで、えー、はい。僕は毎回フィオレンティナカテットしか思いながらしか見てないのに、<laughs> 細江さんはサッカー見る上でいろんなことを考えてるなんですよそ,うそうそうそう。解決者としてね、うん。世界の情勢を踏まえてる。はい,はい。はい、えっと、まずここでお話、今日お話ししたいのは、 なるほど。はい。ちょっと本格的ですよ。はい。伊藤さんは2回目ですけれども、<laughs> サッカーの本質とは <laughs> はい。っていう、はいはい、えー、テーマでお話しします。うん、これ、まあ本質なんて言われたら大げさなんですけど、はい、えっと、まず皆さんに、えー、まあ特にこのカルチャー見てる皆さんに聞きたいのは、はい。セリエは最近めっちゃ面白くないですか説。 <laughs> はい、なんですよ。水曜日みたいですね。これね <laughs>。これ、あの、ほら、古く、古い時代からのファンの人にとっては、皆さん実感してると思うんですけど、あの、最近セリアンで繰り広げられてるサッカーそのものが、単純に面白い。コンテンツとして、エンタメとして。で、これは、まあよく、いろんなところでお話しますけど、 えー、プロビンジャーと言われるチーム、地方のチームが、例えばビッグクラブ相手にも自分たちのスタイルで挑むようになったとか、こう、順位的なものよりもなんかその地域性のものを発揮するようなこところにプライオリティを置くようなクラブが出始めた。例えば育成とか、えー、サッソールで言えばデゼルビという監督を登用して、 こんな面白いサッカーやってますよってことに熱を感じるクラブが <laughs> 出てきたりとか。まあ、そういう時代のそのサッカーと、えー、イタリアという国そのものの時代の変化とか、いろんなものが重なって、セリエアがだいぶ面白くなってきてるっていうのが、ここ数年の実感としてみんなあると思うんですね。で、これ僕、あの、ダゾーンの解説も今シーズンで8年目になるんですけど、や、ここまでやってきて、 あ、すごいな。セリアこんなに変わるんだ。世界のサッカーについていこうとしてるんだ。まあこれ、見る人が見たら、逆側から見たら全然セリアまだ遅いよっていう人いるかもしれないけど、こっち側から見るとすごく進化していてあの、そこに対してすごく喜びを感じているところだったんですが、昨シーズン、ダゾンでの解説って回数がそんなに多くなかったんで、月1とか、あまあ、その程度の頻度でやってたんですけど、 まあ僕が割り振られる解説の試合っていうのは基本的にはイタリアの中でビッグゲームで、ミラノダービー、イタリアダービー、ローマダービーとかだったんで、えー、その試合をいつもワクワク楽しみにしてたんですけど、解説に当たるビッグゲームほどつまらないというこの現象が、えー、セリアでは僕はすごい悶々としていて、えー、それまで見てきたセリア、1ヶ月見てきたセリアすごく面白いで。1ヶ月の最後に例えばビッグゲームがあったとして解説をやってくださいと言われました。 よしめちゃくちゃ張り切ってやるぞと思ったら、内容がつまらない。これは、あのー、そこで急にイタリア人のイタリア人らしさを発揮して、えー、負けたくないとか、えー、まあ当然なんですけど、結果を優先するから。えー、そういうところがこう、まだまだ強くて、えー、わぁ、なんか今日も。まあ、これぶっちゃけて言っちゃうと、あ今日もつまんねえしやだったなと思いながら帰るときも何回もありました。で、えー せっかく、まあ、セリア全体で考えると、その、ゆうの一強時代が終わって、競争力が、全体の競争力が上がって面白くなると思ったけど、あ、ここが今最後の壁にぶち当たってるなと思ったわけです。その時に。うん、で、これが、あ、あ、イタリアのビッグゲームもめちゃくちゃ面白くなったね。どのゲーム見てもっていう状態にならないと、えー、セリアの最終的な、その、なんつうんだろうな、殻を破って、 えー、大きく前進するっていうことにはならないんじゃないかなと思ってたので、えー、そこがずっとこの数年思ってたことでした。で、まあ、イタリアと例えばプレミアをみんなよく比べたがる、まあプ、プレミアと他を比べたがるんですけど、例えばイタリアと比べたときはやっぱ強度とスピードは全然違うとか、まあ、吉田麻也選手がね、イタリアに来たときに言ってたり、えー、富安選手もその辺の実感を時々口にしたりしてますけど、まあ、そういうのが違ったりするわけですね。 で、現代サッカーは、あーまあ、組織ありきなんで、えー、じゃあその組織をこう組み立てて何をするかっていうと、守る、えー、ボールを握る、前進する、攻略する。いずれにしてもその主体的であるかどうかで全然その内容が変わってくる。これは、あの、攻撃か守備かの二元論では全然なくて、そこに主体性があるかどうかがすごく重要なんですよね。自分たちはこれこれこういう理由で、守った方が勝てるから守る。うん、これは主体的な守備です。 ただ相手が強いから俺たちは守るしかないんでん我慢して守りますはその主体性がない守備なんで面白くない。ここがあのまあ面白いか面白くないかの結構分岐点としてはやっぱサッカーはすごくあるなと、えー、実感していました。で、えー、ビッグゲーム、セリアのビッグゲームが見ていて面白いとなるためにはいずれの戦術を採用したとしてもその理由あその、その背景に主体性がなければダメだと。ここが すごく大きな鍵であると、えー、思っていたわけです。で、えー、主体性があるからあ楽しい。楽しさには選手の、えー、これサッカーをやる上では誰だとそうと思うんですけど、楽しいからサッカーやってるわけで、そこにこう根源的なモチベーションがないと、えー、見ていて面白いものにはならない。つまり、どうならないサッカーがどうなければな、どういうものでなければならないか。楽しい。 から、面白い。見ていて面白いですね。でおもし見ていて面白いという人がいるから、人が集まる。これはエンタメとしての価値ですよね。っていうサイクルを作っていかなければ、まあ、えー、セリアにも人は戻ってこないだろうし、 えー、最終的な人気、サッカーそのもののコンテンツとしての価値っていうのは、まあ上がっていかないんじゃないかと思ってたわけです。ここまでがその1。これ、あの、5ブロックに分かれてますからね。大変な壮大なものなんですけども <laughs>。えっと、その2。僕は、ジェフ千葉のオフィシャルライターをやっていて、これと同じ感覚、セリエアを長年見ていた感覚と、まあ、ほぼ似たような、えー、経験をここ数年してきました。それは、 前監督であるユン・ジョンファン監督のサッカーは結構やっぱいわゆる守備的で、さっきも言った通り守備的であるサッカーっていう選択肢は全然それでいいんだけど、じゃあ果たしてそこに主体性があったかどうかっていうのはすごく難しいところで、あの、これはこうそあの見る人によって全然違うと思うんですけど、僕自身は見ていても選手たちの話を聞いて、まあ取材を通じてもあまりそこにチームとか組織としての主体性を感じられなかった。で、 えー、それがないとどうなるかっていうと、それで結果が出ないと、やっぱ選手たちはストレスが溜まるわけですね。自分たちはどう主体性がないまま、苦しい我慢する守備的なサッカーをするっていう、することになると、どうしても、こう、悶々としたものが積むというか、サッカーをやってて楽しいという感情になかなかなりづらい。で、えー、これなんでストレスが溜まるかっていうと、今ってどの、まあ、どのカテゴリーの選手でも情報をめちゃくちゃ自分で取れるし、 あのサッカーめちゃくちゃいいよね、楽しそうだよね、面白いよねっていうのを映像で確認できるから、それと自分がやってるサッカーを比べて楽しくないとか、うん、あこう主体性を持てないっていうことを感じてしまうで。そうなってくると、モチベーションとしてやっぱ続かなくなってくるんですよね。で、えー、例えばそうするとこのチームのサッカーはなかなか自分たちはたなん力を発揮できない。そういう感覚に陥ってしまうと選手が出ていってしまったり、 えー、そのサイクルをうまく回せなくなってくるんですよね。で時、時代背景としてはコロナも重なって、これ選手たちが楽しくない、主体性がなくて楽しくないから、見ている人も面白いと感じない。だから人が集まらない。で、コロナがここに重なって、だんだんお客さんが減っていったわけです。で、これは僕はジェフ・チバーを見てても、やっぱり、えー、イタリアのサッカー全体の流れと一緒で、楽しくて面白くて、 人が集まるってこのサイクルを何としても作らなければ人が戻ってこない。エンタメとして成立しないっていうことを感じてたわけです。これがその2。で、その3、世界のサッカーに一方目を向けると、この間もブッフォンの回で話した通り、2008のユーロあたりから、これはまあスペインの えー、イタリアに勝ったスペインをきっかけとして、その前にあったロナウジンよ時代よりも、組織で面白い、まあ上手い人がめちゃくちゃ集まって、えー、面白いサッカーをした主体的な攻撃的なサッカーをしたチームが勝つっていう時代に、こっからバンと入ってったわけですね。これを先導したのが、まあバルセロナではそうだし、今のマンチェスターシティもそうですけど、 この人のが、まあ主体的に自分たちが、えー、主体的なサッカーをやることに価値があって、それが強くて面白いっていうことを今、今になってもなお進めてる人、進めてる人ですよね。で、これによって、この、これを、えー、実現するためにサッカーが原則の徹底とフィジカル的なパワーアップによる強度、スピードの、スピードをベースとする。 だから組織としてどう戦うかっていう原則があって、それに加えて、それを実現するために、フィジカル的なパワーアップが求められた。で、こ,この上に個、個性を乗せていく。で、これが、この人の今、絶賛やっていることですよね。で、例えば、あーボール、保持側に、寄せるんだったらペップ。えー、奪うに、 寄せるんだったらクロップみたいなイメージはなんとなくみんなあると思うんです。で、これが、えっ、ー、と、世界の流れとしてあって、で、結果的には、このまあ、やり方はそれぞれあったにしろ、こういう主体的、主体性が、つまり、マンチェスターシティならこういうサッカー、リバプルならこういうサッカーで、選手のそれぞれの、そこにいる選手たちの能力が引き出されて、えー、面白い。主体性があって面白い。 で、強い。で、このサイクル自体も結局ここ、ここに乗っかってるわけですね。選手が楽しいと感じるから、見る人が面白いと感じて、サポーターが集まるから、そのクラブがどんどん強化されていって、このサイクルを回していく。で、これが、えー、全、世界全体の流れとして、まあ、ヨーロッパではかなり明確に起こってるわけです。だから、今まで説明したのは、イタリアで感じた、そこの、 えー、足りなさと、僕がジェフで見てきたこの現象と、ここは結構やっぱりバッチリで重なっていて、やっぱりサッカー全体が今こっちに向かわないといけないと、えー、強く思ってたわけです。で、この現象になんとなく僕が気づいた段階で、あ、そうか、やっぱそれってサッカーの本質だよねと思ったわけです。楽しいと感じて面白い。見る人が面白いと感じるそれだから人が集まるっていう、このサイクル自体が、えー、サッカーという、まあサッカーというかスポーツ全部。 の本質であり、目指すべき道なんだろうなと思ったときに、これって結局、スポーツをエンタメとしてビジネスとして成り立たせるためにも、つまらないけど楽しいっていう現象はもうほとんどもう生まれないはずなんで、そう、そういうのって、これだけこう趣味とか、あの、エンタメがこう広がっている多様性の時代に、つまらないけど楽しいっていうものが受けるわけがないと思うんで、これもビジネス的な観点からすごく重要な考え方だなと思いました。 で、このタイミングで、1年半前に、えー、イビチャ・オシムさんが亡くなって、僕の元に、ナンバーさんから記事の原稿の依頼が来ました。この内容としては2006年の5月に浦和レッズ戦があったんですけど、えー、イビチャ・オシムさんが監督だった頃のジェフの理想形だったんじゃないか、その試合がですね。っていう仮説があって、それをもとに当時の、 え、選手、それからえ、え、ジリさんがコーチだったんで、エジリさんに話を聞いて、まあ、原稿を一本まとめると。で、えー、っと、取材を始めるにあたって僕が思ってたのは、その試合を見て、映像でチェックして思って、あ、そうそう、そういえばあの頃のジェフってマンツーマンだったよねって思ったわけですね、守備が。で、あ、だけどなんでマンツーマンだったんだろうってことは、実は知らなくて、で、えー、っと、これを、 あの、その取材対象となる人たちに聞きたいなと思ったわけです。日本代表で別にあんなバッチバチのマンツーマンやってないのに、なんでジェフはマンツーマンだったんだろうかと。で、えー、これみんなが口を揃えて答えたのは、いや、ジェフに会ってたからじゃないですかと。ジェフがそういうのを求,求めてたからじゃないですか。えー、当時のジェフっていうのは、あの、東京に近い位置にありながら、選手のこう力を存分に発揮できるような環境といわゆる言いは言い難く、 え、順位も、うだ、順位も上がらない、こうなんとなく雰囲気としても良くない中で、えー、マンツーマンっていう、こう、責任をそれぞれに持たせることで、そういう、こう、甘さを払拭できると考えたんじゃないか。っていうのを当時の選手たちが言ってたんですね。そうです、そうです。今ふ、今になって振り返ると、クラブの体質、環境とか、そういうこう全部ひっくるめて考えたら、マンツーマンの方が合ってるんじゃないかと思う思ったと思うんですよねっていうわけです。なるほど。はい。 これが、あ、なるほどと思って。ていうか、むしろ根拠そっちなんだと思ってね。つまり、オシムさんの、えー、サッカー感とかではなく、オシムさんがやりたいサッカーとか理想としてサッカーはマンツーマンサッカーであるではなく、はい。なく、そう。それはそういう判断をしたんだっていうことを、そこで初めて知るわけです。で、えー、あの当時のことを振り返る選手やコーチは、 えー、オシムさんは予言者なんですって言うわけですよ。で、これがどういう意味かっていうと、ほら、えー、あれからもう15年ぐらい経っている、えー、今のヨーロッパのサッカー界を見てみると、このマンチェスターシティのペップ、あるいはリバプールのクロップみたいな要素が、あの頃のジェフにはめちゃくちゃ含まれていたと。つまり先が見えていて、オシムさんは予見してそういう方向に持ってったんじゃないかっていう話をしたんですけど、うん まあ待ってよ。そ,そこに、そこにはあんまりこうピンとこなくて、うん、予見したから強いってことは限らないわけじゃないですか。時代を先取ったから強いっていうふうにはならないから、うんえー、それはあんまりピンとこなかったんですけど、そうやってみんな言う,言うわけです。で、よりどんどん話を聞いていくと、例えば練習の内容、それから、えー、オシムさんが選手やコーチたちに徹底したこと、例えば話したこととか内容を聞いてると、この人は単純に、 先を見据えてこういうサッカーをやったじゃなくて、本当にさっきも言った通り、このチームの最大値を引き出すために何がベストかを全部見極めて、それが人の一つがマンツーマンであり、選手たちに徹底した原則、それ、まあ、大島さんがそういうところは、うちはこういうサッカー、この主体性の部分ですね。こういうサッカーをやります。 これがこのチームの設計図です。理想形です。設計図です。っていうことを全く一切言わない。トレーニングの中に全部落とし込んで、それを表現させるように仕向けるっていうのがすごいところなんですけど、まあそれはいいとして、つまり環境値を、環境とか全部を含めた最大値を出すことがオシムさんの監督としての凄さ。であり面白さ。うん、で、これって、つまりどういうことかっていうと、最大値を出すための、これ、 なんか言われればわかるじゃないですか。それはいるチームある。うん、そのチームの最大値を出すことが一番強、強いに決まっているわけですよね。で、これが、ごめんなさい、これ書くの忘ました。さっきのサイクルはこれね、このサイクル。で、この最大値を出すために、一番重要なのは何かっていうと、オシムさんが、 その時にジェフに来て判断した、こう何にも縛られない自由ではないかと考えたわけです。自由という言葉で、このサイクルの説明がつく。自由だから、つまりサッカー感例えばその、私はこの戦術しかやりません。これ,これが、こういう条件だからこうですっていう、このサッカーが一番強いとかっていう、そういう何かに縛られたものじゃなくて、 パッと見てその瞬間に何をやってもいいっていう自由さがあるから、楽しい。楽しいから面白い。面白いから人が集まる。だから強いっていうこのサイクルに入っていけるんじゃない。つまり、全ての根源には、これがあると。オシムさんのその取材を通じて、僕は感じたわけです。で、これが、あ、そっか。 イタリアだ、ジェフだ、世界の流れだとかをいろいろ見る中で自分が、この本質ってこなとこ、なんこれサッカーってどうやったら面白くて強くて楽しいものになるんだろうと思ってたところの一番の、この言われたらなんかすごい幼稚園の話みたいで <laughs>、あのあれなんですけど、結局これじゃんと思ったんですよ。で、こっから先の話は伊藤さんが大好きな、 あれ翼待 <laughs> ってるま、いいや。キャ翼、えー、これ、ファーストですね。第36巻。えー、ロベルトノートの52ページ。あ、ト。五十二ページ。<laughs> 翼。 サッカーは自由だ。ここにたどり着いてしまったわけですよ。<laughs> これ全然落ちでも何でもなくて、やっぱりこれ高橋陽一先生がもう何年ですか ?80 年、1980年代に書いたこの、えー、キャプテン翼の第36巻、これは本当に最後の西ドイツ戦の、えー、ワンシーンに出てくる、これはもう キャプテン翼オブ・全体のハイライトの一つと言ってもおかしくない、えー、表現ですけれども、サッカーは自由だっていうところに、やっぱり全て否決するっていうところに、あの、やっぱ本質っていうものがある気がして、で、今の、昨日ちょうどあのザニオーロの話が、僕はツイートしてたんですけど、今のさ時代に求められるのって、この本質である自由を、 ピッチ上でどれだけ確保するかだと思うんですね。この最大値を出すために、この組織も最大値を出すために、この自由をどれだけあなたは保証できますか、このチームで表現できますかっていうのが、この人たちに問われているところで、えー、だから今監督がすごく重要であり、えー、もう本当に勝敗に関わってくることだと思うんですけど、 この自由っていう言葉の解釈はすごく難しいんだけれど、個性、あるいは、えー、なんだろうな。その土地、その環境に応じた、例えばサポーター、スタジアムの違う、ちょね、違うだけで、そ、そこで発揮される最大値っていうのは変わってくるはずだし、この辺の、えー、環境とか全てをひっくるめた上で、あなたはマンツーマンを選択するんですかそれともゾーンを選択するんですかみたいな自由さを、 えー、ど、どこまで表現できるか。あなこの選手に対してどこまであなたは強要しますかみたいなところが、今の時代のバランス感覚として持たなきゃいけないところだし、これをやっぱり、より多く表現できる人、つまり本質をやっぱり、よりパワフルに表現できる人が、これから先の時代にも、えー、かつ、このサイクルを強く回すことができて、結果最大値を表現し、強いっていうことを、 たどり着くんじゃないかという僕の考えです。なるほど、はい。前回よりどうですかうまく。<laughs> <laughs> えー、まあサッカーは自由であるってい本質。はい、まあおっしゃる通りだなと思っていて、うん、だからこそファンが楽しめる。でファンもまあ自由な発想があるわけじゃないですか。はい。いや、俺はあの時間帯にこうすべきだった。はい、あの選手を入れるべきだったっていうのをう、 互いに違う意見を持っていて、はい、それを語り合えて、えー、いうのが、まあ、サッカーの魅力であり、うんえー、楽しさだと思うんですよね。これ、本当に、今って、あの、やっぱりね、最近見てて、今、ジェフがめちゃくちゃ絶好調で、うん、あの、それの,この1、この一年の変化を見てて思うんですけど、やっぱ、戦術とか技術って、メンタルの上に乗っかってるものでしかないと思うんです。 チームとしての最大値って、やっぱり、隣の人に対して、隣にいるチームメイトに対して100、100%の信頼を持てるかと持てなければ、その人がどんな技術を持っていても、どんなアイデアを持っていても、全く表現されない。最大値として出てこないから。やっぱそこを、こっから先、今まで、この10年って結局、かなりその、設計図ありきの、 サッカーっていうのが、それを表現しないとフィジカルの強さと強みとか、そういうものはこう最大値に乗せられなかったんですよね。だからこそ、えー、その原則、形っていうのが必要だったんですけど、こっから先は多分もっとこっちをいかにその中に落とし込んでいくかだと思うんで、なん見る側とかその関わる人みんなのそのサッカーに対する自由な感覚ってやっぱすごく大事だと思うし、伊藤さんが言ったみたいに、 そここそサッカーの面白さだよねっていうのを改めてなんか最近思うんですよね。なるほどね。うん、じゃあどうですかイタリアの話になると。はい。ファンタジスタとかはまた生まれてきそうだと思いますか、ね、って思ってます。うん、はい。結構、この次、また、まあこれって結局一周するだけだと思うんですけど、この10年そういう選手が出てきても、監督がそれを活かせなかった。うん、なぜなら、それよりも原則とフィジカルの方が大事だったから。だけど、 それにこう自由度を高めた方が強いって気づいた場合に、やっぱその選手をいかに引き出してあげるか、そ,そっちの意識が、使う側の意識が変わると思うんで、そうなってくるとまた、本当にこっちが予測できない超ファンタジスタが出てくるんじゃないかなって。なるほど。はい。そしてまた、 時代が遡って、まあ、うん、フィジカルでファンタジスタが消える時代が来て、はい、と。それを潰そうとする人も出てくるんで、<laughs> <laughs> まあ、それは流れとして絶対、その、巡っていくもんだから、あのー、全然それでいいと思うんですけど、うん、ただなんか次に出てくる、次の時代に出てくるそういうファンタジスタ、僕らがイメージするファンタジスタって、本当にちょっと、なんつうだ、今まで見たことない種類の選手が出てくるんじゃないかなって気がしますけどね。うん,うん。だから、やっぱこの間のほら、 夏のその海外チームいっぱい来たのを見てて思ったんですけど、はいはい、やっぱ10代の16歳、17歳とかのマンチェスターチームそうだし、パリサンジェルマンにも。あの辺の人のフィジカル能力がえぐいんですよ。そこにがもうベースに完全になっていた上に乗っかってくるから、ちょっと信じられないの選手が。<laughs> で、これ、 ある人と雑談で喋っていて、まあ吉田麻也選手も言ってたけど、そのフィジカルに対する考え方は全然違うって言うじゃないですか。日本の。あ,<ー>あっちと。はい。で、あの16歳、17歳にして、あのトップレベルで戦えるフィジカルって、クラブが、例えば本当にもう8歳ぐらいから徹底的に管理して出来上がったものだ,だとしたら、そっちにどんどん振り切っていくと思うんですよ。だからもう今後、本当に16歳、17歳で、全然フィジカルが、 通用する選手がバンバン出てくると思うので、とんでもなく走れる。とんでもなく強いとか、全然たなんか倒れされないみたいな。今ヨーロッパがその、そういう意味で、すごいなと思うのはそこですね。うん。ぶ、うん、多分ものすごい英才教育をして、あの、体を作ってると思うんですよ。うん、もう本当に10歳に満たない心から。こういう選手が、その過程の中で技術とアイデアを、 そこに乗っけていくと、多分もう見たことない <laughs> なるほどね。はい、まあでも言いたいことはかります。はい。まあでもそうなってくると、いよいよどう追いつけ追い越せるんですか、分かんないない,いや、そうなんですよ。だから、これ、本当に僕が普段から考えてる人類そのものの話、似てるんです <laughs> <laughs> 壮大になってきましたね。そうそうそう。はい、人類がやっぱどんどん似てっちゃうんで。はいはいはい。もうもはや、どの国でも同じようなものを食ってるじゃないですか、ね。はいはい。 で、どんどん均質化していって、あの、スーパー人間みたいになっていくんですよ。おなじみのスーパーですけど。それがゆ、ゆく、あの、行く果てには、あの、宇宙人みたいな均質化しるツルツルの感じになっていく。み、うんな一緒になっちゃんですね。うもっと言うと、これは中学生の時から言ってるんですけど、<laughs> あの、太陽系っていうのは別にもう一個あって、はい、そっちは時間の進行が早い。うん 先に誕生してるあるいは。うん、で、それはま全く同じ現象が起きていて、進化しちゃった人間がこっちにやってきたのは宇宙人。うんね、ああ、そういう話。うね、<laughs> 今日はムー2020ですね。 これ、俺、この話、マジで中学生の時からみんな力説してるんですよ。も誰もピンとこない <laughs>、まあ。ピンとこない、まあこない、まあそれ,それ、人それぞれなんでね。はいはい、その考え方とかは。でもやっぱそれは起きてるなと思いますよ。全体的にレベルがどんどんこうやって同じように上がっていくって感じ。水準は上がっていすよね、明らかにね。うん、でもその、さっき言った吉田麻也選手の話、うん、それ、ダソンのやつで話してたやつだと思うんですけど、はいはい、吉田選手の番組。はいはい なんか、吉野真弥選手がプロデュースする、プロデュースするのかやってる、プロテインかなんか補う食材、うん、食物を販売してると、うん。自分が言うとただの宣伝になっちゃうからじゃないんだけど、<laughs> ヨーロッパのクラブだったら当たり前のように、個人のそれぞれのその何、何鉄分が足りないからとか、何分が足りないから、これを取りなさいっていうようなサプリメントが一人一人用意されてると。そうそうそう,そう,そう,そうみんな一緒のものを与えるんじゃなくて、違うものが与えられると。だからそういうことを、 まあ、だから吉田麻也選手は危機感を感じて、世界と日本が差がつかないためにそういうことを導入していきたいってことだったんですよね。俺、それ全然あの聞いた時ピンと来てなかったんですけど、はい、この間の夏のやつでやっぱあの16歳、17歳見て、あ、そういうことかと思ったんですよ。全然そのフィジカル能力が日本の16歳、17歳と全然違うと思う。天地の差だと思うんですよ。うんうん、それは本当に、もしそれが、あの麻也選手が言う、そういうこと、徹底的に管理、コントロールされた上で作られた、その、 先天的な、その人のフィジカル条件の先天的なものじゃなくて、後天的に作られたものなんだ,とだとしたら、これはめちゃくちゃ差があるなと思いました。まあ確かにね、食っていうところは結構、まあ、食とかまあ栄養分っていうところは割と見落とされがちですけども、若いうちからそのサプリメントだったり、プロテインだったり摂取するのはあんまり良くないんじゃないかっていうような雰囲気が、 ありますからね、やっぱね。はいはい、日本国内だと。僕はそれについて全然知識ないんでわかんないですけど。うん、僕もわかんないですけど、なんとなくやっぱイメージとしても、そうやってこう、そんなものまで管理するっていうことに対しての抵抗感は多分あると思うんで、うん、まあ、アスリートをそれと別世界としてこう、かっくっていく。ただね、やっぱ親、例えば親として怖いなと思うのは、別に自分の子供をアスリートとして体制するって約束されたわけじゃないから、<laughs> ねえ、そこまで頑張って小さい頃やるべきなのかどうかとかね。そうそうそう。でもそのヨーロッパの,そのト,ップトップレベルの環境がそっちまで振り切ってんだったとしたら、あ、だからこういう16歳、17歳が出てくんだっていうのはうなずけるなと思ったんですよね。まあちょっと最後の方話しそれてしまいましたけども、はい、そのサッカーの本質とはということでね。うん、はい。だからまあ、こう言ってるからあの人は間違ってるとかっていうわけではなくて、そう。 ま、自由な発想、まあ、自由な考えがあるからこそ、サッカーの楽しさだったり魅力だったりとか。そうですね。それがピッチなないだったり、ピッチ外だったりということがあるということを、今日は細い教授にお話しいただきました、はい。なんかカルチョーなんで、こ,この場は。はい、あの、まあ、イタリアンサッカーの次のステップって完全にそこだと思ってるんですね。うん、ビッグゲームがいかに、うん、うわ、本当めっちゃ面白いゲームだったねってみんなが言えるかどうか。 これは本当に今のサッカー、今の時代のサッカー感と照らし合わせたときに、照らし合わせてちゃんとそう思えるかどうかってすごく次のステップ重要だと思うんで、まあ、そういう意味で、この自由であるっていうことを一つキーワードとして見てもらえたら、なんか、あの、なんつうの、一つ見やす、見方として面白いんじゃないかなっていう提案ですね。まあ、はい。 はい。ええありがとうございました。はい。えということで今日はですね、サッカーの本質とはというような内容でお届けしました。はい。あ、ごめんなさい。ちなみに、これ、まあ、メンバーシップでこういう話をたまにしていこうと思ってるんです。どんな内容があるかっついうと。今後ですね。はい。組織的な守備のコツは。うん。だるまさんが転んだ。もう。っていう項目一つ。て言ってきましたね。次。はい。さっきもちょっと出ましたけど、4要素の理想形。四要素。メンタルサンドイッチ。 ね。<laughs> はい。あれですね、編集者っぽいですね。はい、気になるタイトルをね。はいはい、えー、こと組織の話 2023. <laughs> ザニオールを諦めない。もうこれはなんとなくわかりますね、はい。はい。次。えー、質的優位は数的有利で、数的不利でこそ生きる。うん次。組織でボールを前進させる、オン、オン4、オフ7の法則。次。ミラーゲームに気をつけろ。うん、<laughs> 次。えー、 まあいいや、そんな感じです。<laughs> もうサザエさんの予告の的な感じでごいましたけども。そういうの今頭の中にあるんで、で、これはメンバーシップの方で披露していこうかなと考えています。なるほどね。これ内容。いいですね。はい、やっぱりそのメディア、サッカーキングっていう、まあこれプラットフォームのチャンネルやってるわけですけども、うん メディアもやっぱり人もいて、機材もかかって、人件費もかかって、まず人と人件費一緒ですけども、いわゆるゲストを呼んだりとかする費用もかかって、当然お金がかかってるわけですね。でも YouTube がね、もう100万再生とか200万再生とか言ったら、もしかしたらその広告費でまかなかもしれない。そういうメディアが、とかね、そういう、だから YouTuber とかがそれ頑張ってる人たちもいるんですけども、まあ実際多くの人たちはそううまくいってない。だからこそメンバーシップ、メンバーシップ有料会員になって、 いっぱいお金をくださいよって言ってるわけではなくて、なんて言うんでしょう。いつもの感謝の気持ちを込めてぐらいの感じってことですよね。そうです。<laughs> そういう気持ちがもしあればですね。はい。っていうことによって成り立っていくと。はい、で、実際そういうことがなくなっていくと、今の現代の書店のように、本がどんどん休館になって廃館になってなくなっていって、いずれ自分が興味あるメディアがなくなってっちゃうよね、ということですよね。そうです。ということでね、あの、協力、 まあ、何でしょう。細井さんのノートのブログとかでもそうですけども、学生はまだ大変だからいいから。ある程度、余裕できた大人の方たちは、気持ちがあればっていうことなんですよね。ね <laughs> そうです。そうです。そうなんだと思います。だと思います。はい。えー、ということで今日はこんな内容で、そしてまたメンバーシップではそんな内容で <laughs> お届けしてくださるそうなのえ、ね <laughs> はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。